情報科学という語は日本語では多義的に用いられている。語感としては、情報工学が情報分野についての工学であるのに対し、情報科学は情報分野についての科学である。情報工学という語では、工学的な分野に重心があるのに対し、情報科学ではもっぱら大まかに、科学という語が指す範囲となる。しかし実態としては、大学の工学部などで、 他の学科が工学部という名前であるから工学部の方は情報工学科で理学部の方は情報科学科となっているといった程度の使い分けということが多い。欧米のインフォメーションサイエンスの訳語としての使用である。日本語では情報学とされることも多いようである。この周辺の語では諸言語間で混乱が起きている。 米国の図書館学の研究者らが日本では情報学と呼んでいる分野を指してインフォメーションサイエンスと呼び始めたためコンピュータサイエンス側では日本では情報科学と呼んでいる分野をインフォマティクスと呼ぶようになったというねじれがある。日本語版ウィキペディアでは情報科学科は情報工学科へのリダイレクトでしかないのでここではリンクしない。ありがとうございます。